ただいまご紹介になりました宮城県は仙台市より初めて参加させていただくことになりました。で昨日からですね、私ここの場所に来ておりまして、向こうの何だっけ、袋田、あっちのパレード会場昨日見てましたね。すごい雨で中止になったということで、もう靴までびちゃびちゃになりながら昨日は拝見させていただきました。さて、私たちですけれども、ただいまからご披露する曲は、テーマは奈良で、宮城県の北部に位置する場所、気仙沼という地域にございます。その気仙沼を題材にした曲で作っておりますので、たくさんのご声援よろしくお願いしたいと思います。なぜ、今回ですね、今日初めての演舞ということで、ちょっと人数少なめではありますけれども、有頂天らしい演舞をご披露させていただきたいと思います。どうぞ会場の皆様方、温かいご声援よろしくお願い申し上げます。